演舞は17番の師範演舞の最後でございます。自由演舞は東北地区師範白田倫次郎先生です。しきこの雨土の水中は虫の美しいかなりてび日の見わた玉の沈みありそみわた引き続きたまに雨土の神大宇宙愛知の道はこの人の光となりてようばいあがむ神の化身飯場無理慶応だとその人は確かに神の化身だ。その人は肉体そのまま宇宙になりてび自己に対する愛を持たぬ宇宙と一体の自分につきはない。その人は当然のことのようにそう言い放つ百の上心やそのを超えた一杯だが、その人は宇宙いっぱいに広がっている自分をはっきり知っている。いかなる大行の時もこのような他殺の相手もそのまま空になりきっているその人を倒すことはできない。空はそのまま大村が主網の村が主に出てきたところから、その人は自分にそのままの力を出す。この人の力はすでに全ての棒を置いた大愛大義の働き、鋭い眼光と慈悲の眼差し、その2つの働きが一つに調和し、その人の人格となって人々の恩を追う。その人はまさに神の化身、大愛で大者の使い人。私はその人の偉大さを心にしみて知っている。部位の差した平田光です。はい。さざるがゆえにその広さをなし、山は土を地ざざるがゆえにその高さをなし、本校特実なる山形の白田銀次郎先生、まさに清濁合わせ飲んで精を出す大会のもとに度量の人である。はい、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 はい。先生と同じ山形の歌人斎藤無吉の大きなる流れのならばためなわず酒田の海に注がんとする大きなる流れとならばためなわず酒田の海に注がんとする。この歌はそのまま白田先生の人生である。小さな流れであった合気道にためらわずに人生を捧げた白田先生、その合気道は今や大きなる流れとなって世界に広まり、第25回の演武大会も熱気あふれる盛大な演武会となった。合気道の歴史とともに歩まれた先生の胸に去来するものは若き日の開祖との出会いであり、思い出の数々でありましょう。人生とは会合と別離にして織りなす人生模様は喜怒哀楽である。白川仁義郎先生にもう一度拍手を送っていただきます。元気でまた来年もお願いを申し上げます。さあ、いろいろやりました合気道。